ございます。でもおめおめ6きれい、本当に嬉しいです。おめおめ6から、聞いていただきました。改めまして皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。新曲この恋春夏の、キャンペーンということで今日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。皆さんと久しぶりにお会いしましたね。約1年ぶりかな。一つ花の時もお邪魔したんで伊豆だっけ、今日3月か大阪にあるあだけ、あ本当だ、ありがとうございます。なんの2023年の3月23って書いてある。下は約1年ぶりかな、の1年ぶりに会った人もねいると思いますけど、皆さんお変わりなくねお元気でしたかね。お元気な、よかった、ありがとうございます。そう、町田のねこの鈴木楽器店さんには、デビュー当時からたくさんたくさんお世話になりまして、新曲出させてのもらうたびに、こうしてお邪魔して皆さんと一緒の時間をね過ごさせてもらっております。まずはですね、私のふるさと山形県の、鶴岡の方 の庄内弁方言を使ったおめおめロックからの聞いていただいたなのあのあてもう大丈夫だかな、私あのまだ訛りがあるんですけども、あの分かるかな、富田大丈夫、分かる、あの地元が近いのでね、もし我が猫とばったらあの全部こちらにあの聞いていただけましたらば、きちんとあの正しい標準語を書いてくると思いますので、どうかねこちらに聞いていただいて、はい、まデビューしてですね8年、丸8年差になりまして、ここにはですね雪金庫の格好をしたりとかねいろいろ、しながらねお邪魔させていただいてたので思い出いっぱいの、この鈴木楽器店さんですけれども、演歌をですね歌うきっかけになったのが、私の、実家の方のですね近所のおじいちゃんおばあちゃんみんな歌好きだったもんですから、演歌をね、私もちっちゃい時から一緒に歌って聞いて育ったもんですから、大きくなってからもやっぱりすごく好きでね歌わせてもらってました。今日はですね初めて、4歳の頃にね敬老会で、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌わせてもらった思い出の一曲、川中美幸さんの二人酒を聴、いていただきたいと思います。二人酒歌います。いただこうかな、せっかくだから、嬉しいどうこうやってみんなからたくさん声かけてもらって、あのコロナ禍の時はやっぱり声出しての応援とかもできなかったと思うし、なんかいつも目の前さビニール見てたなこうやってやってんのして、なんかお互い喋りであんけども、これあることによって聞こえねぐって、やえってえって言ってる間、はい次の方って言われて全然話さえね思い出があったから、今嬉しい、みんなとノーコアノーアって話さえで今、あそうか、トーク中は写真大丈夫だな、かあじゃあ可愛く撮ってください。今日はのあの色が黄色と青のこの恋春夏梅の花モチーフにしてるから、このね、色変えてみました。今日は梅の黄色と綺麗だよ、綺麗だんだ、どって可愛く撮ってんの、色っぽい、色っぽい、本当でなあこれ本当は帯さつけてなんけど、かもうあだまさあだまさって髪さつけてものめっこいかなと思って、めっこいの、めっこいがめっこいっていうのは可愛いって意味なんだ、もうそう可愛いかなと思って今最近髪さつけるようさねしてますね。えここさ来た時本当にのデビュー当時袴の時だったかも、初めてお邪魔したなの紅花墓場っていう曲でデビューして、あの巫女さん出身だからっての山形の出羽三山の巫女してたから、巫女さんっぽく袴で来てたけども、それからもずっとお邪魔してての、2作目がの雪んこ風歌っていうの曲だったな、雪んこの小枝の藁帽子かぶって渋谷のスクランブル交差点練り歩くイベントがあったんけど、もうそんなねイベントにも出させてもらって、でそうでここさ来た時あの藁帽子かぶってみんなで雪んこを歌った覚えがあるので、今日はすごい思い出に残ってるその雪んこ風歌をお届けしたいなと思います。聞いてください、雪んこ風歌。ありがとうございます。
しく片歌聴いていただきましたね。ペンライトとかうちわとかでみんなのジャンパー着て応援してもらって嬉しいですね。のなんだかなんだかってあれなんですけども、本当ね、どんげデビューの時から多分言葉とかは変わってねえと思うなの。なんかやっぱりの自分の気持ちとか伝える時は庄内弁うさのなってしまうななあってそうなってしまうんですよ。のそうなんか本当ねなあなのなんだ本当に最初のでもあんまりダメだと思ってのスーパーとかさ、そんなことないよ本当ね、うん、だスーパーとかさ行ってほらあの店員さんさやいろいろ聞くことがあるじゃない。お医者さんとかさ行っての例えばスーパーさ行っていろんなもの買うときこれどこさありますかとかそういう会話するときとかいつもあの猫かぶってや最初や標準語で喋るんですけど、標準語で喋るんですけどだんだんボロ出はてきてんの。特にこれ医者さん行った時とかんだな、あの具合悪い時とかって自分の体調とこちゃんと伝えねばねろ。そん時にのこれ大変での最初上品に言うな先生頭が痛いんですって、でなんかこのあたりがのちょっとこう詰まったような感じして具合悪くてって、それはいつからですかって、これ詰まる感じは何かあの苦しい感じがしますかとかって詰められるじゃん。先生も薬出さねばね下げ、そうすると私ダメでだんだん途中から庄内弁さんになってきてのやだ、なんかここら辺マグマグジュー感じがしてて言ってしまって、わかる？マグマグジューってわかる？わかる？もちろんね、マグマグジューっていうのはのこれなんてなんかモヤモヤする。例えばあの庄内さん言ったら大体わかる、先生やの今日頭マグマグジューなやって言うと大体伝わるんですよ、こうどういう感じで具合悪いか。そうなんかこうなんて言ってかわかんねえのこれが標準語で、本当は標準語で説明されたらいいやんけども、あともうマグマグジューでいいかなと思って、でも大体それなりの薬は届くようなのマグマグジューで大体のなんかここら辺のなんだっけな漢方薬見てたな、クイッケ、うん、ださけ皆さんなんて言っていいか分かんないときぜひマグマグデューデン のちょっとお医者さんさんね行ってみてください。最初の頑張る案件もやっぱりのダメでだーだんだり、え、言ってみマグマグデューってどけだろう、マグマグデューって言うと庄内の医者だば分かる、みんなうん、つろがの医者だばみんな分かんさけ通じ探してて、もしの伝わらねばつろがの医者まで足運んでもらってはい、つろがで見てもらってくださいね。本当にそうなんです、普段も大変なんですけども、歌はねなまらないようにちゃんと歌いたいと思いますのでね、この恋瞬間のカップリングの曲が下町およみという浅草を、舞台にした曲でございますので、浅草でなまってはいないので上品に、下町およみ歌いたいと思います。聴いてください、下町およみ。下町暦聞いていただきました、生手で家の泣けのよかったのでも あの上品にやって言ったんだもん、庄内弁って上品なんですってね、京都 あの下品みたいなこと言ってるわけじゃなくて、あの庄内弁ってすごいあの上品だそうで、京都の言葉が入ってるんだっての北前船でなんだなんだなんだ北前船であの酒田港に北前船で京都とかの大阪からいろんなものを運んで、庄内の方さ来てで言葉が庄内弁って京都弁が入ってるらしくって、あのとっても上品な方言でございますのでね、皆さんぜひそう使ってみてくださいね。本当に私もそげた話をの聞きました、小学校の頃に、まあ、聞きまして、あんだながなんて思ってね授業で聞いてましたけれども、これからもんだ大事にしていきたいなって思ってる。キャンペーンの時だかしはのやっぱりのいいよのこれのラジオとかの自分のラジオほらの文化放送のバイナルミュージック噛んじゃったバイナルミュージック大人の歌謡クラブっていう、ね、番組で午前3時から5時までの2時間生放送でラジオやってて、来月は
17の日だ、17日の夜午前3時から、5時までの2時間だけど、そこでも結構自分のいいように喋らせてもらってるので、夜中ダンドムのもしよかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。あとなんかあったっけかな、言うことあったっけ。歌の手帳、はい、買った、ここで今日売ってる、あ、サイン5冊ぐらいまだあるそうなんで、歌の手帳、このこうすごい読んだって、なんかあの普段のあんまりあれしね読んだあれしね読んだって服着たりして、ちょっと撮った写真がちょっと載ってるので、ぜひ見た、あらあら見せちゃっていいの、あらそう5冊ほどあるので、もしあのここでいただいたらサインを入れさせていただくので、よかったら手に取ってみてください。よろしくお願いします。そして思い出した、この間 1月の29日に NHK の早歌、これも早いです、午前4時15分からの、放送でございます。もし未来ねって人はの録画して、夜ゆっくりご飯食べながら、ね、見てください。これで大丈夫かな、もし何か抜けてることあったら、早山瑞希の X、Twitter かな、ホームページ、ブログで、お知らせしているので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ありがとう。では最後に歌わせていただくかな、恋瞬間、呼吸の音が、ものすごく特徴的な、曲になっております。この曲の美しさだったり、情景をきちんと伝えられるように心込めてお届けしてまいります。それでは聴いてください、恋瞬間。新曲恋瞬間のキャンペーンでした。こんなにデコってデコってなんだろう、展開していただいて素敵な看板まで作っていただきました。新曲が出るたびに、こうして応援いただいて、皆さんと会えて、キャンペーンで会えてすごく嬉しいです。今日もとっても楽しかったです。応援いただいてありがとうございました。恋瞬間、この曲はですね、呼吸がとても特徴的な一曲になっていまして、カラオケで歌うとき、ぜひ注意していただきたいポイント一箇所あります。高い部分がこの曲一つ出てくるんですけども、サビの部分です。フランダリーっていう部分がすごくキーが高いんですけど、ここをファルセットでうまく出していただくと、ものすごく心地いいので、ぜひチャレンジしてみてください。ファルセットを出すときは、あのディレクターさんから聞いたんですけど、ユニコーンの角から出るイメージでするといいんですって。ユニコーンって、あの馬のこっからこうやって角生えてるやつね、あれのこっからキュンってこう声で出てるイメージで歌うといいって言ってたから、皆さん後ろでやってくれ、皆さんぜひチャレンジしてみてください。恋瞬間、そして早間瑞希の応援今後ともよろしくお願いいたします。もっけだのーだばねー。